こんにちは、エンジュです。はい、ということで今日はですね、ちょっとロケに行ってみたいなと思ったんですが、コロナのね、ちょっとコロナのであんまり、コロナのコロナのでちょっとあんまり出れないのでね、ということで去年になるんですが西本願寺に行ってまいりましたので、その時のまあね、編集して簡単に撮影したものがあるので、それをちょっとご紹介したいと思います。では見てみましょう。はい、今のね、門ですね。ということで本願寺にやってきましたけども、この日も暑かったですね。先にちょっとご飯を食べに、はい、ご飯をね、先食べます。久しぶりですね、ここを歩くの。門前ですね。今日はね、お念珠もね、腕輪念珠もあったら欲しいなと思って、念珠も買おうという、あとね、仏教書を買って帰ろうかなという仏教書ですね。今の殿堂医、ここいや間違いない。ここめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しかった。皆さんもぜひ来てください。ここの中華そば最高。最高でした。あ、もう境内ですね。広い。いや素晴らしい。大きなね、もう立派で美しい。広い。この時ね、工事中だったですね。ほら、工事中ね。ここね、本がたくさん。はい、ということで、本願寺、西本願寺ですね、お参りしてきました、というか、まあ、買い物にも来たんで、今日はね、腕輪念珠をですね、買いましたよ。この青虎目、のちょっと見にくいですけど、黒に見えるんですけどね、ちょっと青トラメの、ね、いつも茶水晶っていうね、やつをやってるんですけど、今回青トラメにしました。で、あと今度法恩公さんあるんで、法恩公の施本ですね、皆さんに。法恩公ってね、お寺の法要ですね。数十冊買いました。友本さん、あとビハーラーにおなじみのビハーラーの入門書、新刊が出てこれまだ全部やりきってないですね。ということで買いました。あとね、蓮華上人の五一大記聞き書きという、まあ、このシリーズというか、このツイキャスでちょっと僕ね、五一大記聞き書きすごい大好き。ツイキャスもやるんですね、ですね。またこれを、まあ、読む時間みたいなのを作りたいなと思って、まあ、五一大記系の方で去年からまだやってないですね、これね、買ってきました。お楽しみにしておいてください。ということで、まあ、今日はすごい、まあ、京都暑かったですけど、まあ、天気も良くて、ほんでね、今阿弥陀堂が修復中というか、そうなんです。工事してるんで、まあ、それも取れていたと思うので、まあ、また綺麗になったら、ぜひ皆さんもお参りに来てください。ということで、本願寺から遠慮でした。ではでは。おー、はい、ということでね、本願寺に行ってきたんですが、もう今はね、もう綺麗になっていると思うので、まあ、こんな風にちょっとね、お寺を巡りとかですね、まあ、ロケなんてしながらできたらいいなと思ってるんで、まあ、今回は過去の動画を出してきてですね、ちょっとお話というか、お見せしましたが、まあ、いろいろストックもあるんですが、ぜひね、いろんなところにこうカメラ持って出かけていてですね、まあ、いろんなお寺なり、文化なりを見ていきたいなとも思っております。はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。エンジュでした。この番組は仏教や心理療法、そして宗教文化についてゆるく語る番組です。浅いところから、まあ、深いところまで、いろんなことを盛り込みながら今後も展開していきたいと思っております。よかったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録していただくととても励みになります。これからも、このチャンネルよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。エンジュでした。